次にですね、どんな恐竜がいたのか、まあ、2つに大きく分かれます。1つは竜板目から蝶板目ですね。で、今まで何種類恐竜が見つかっているのか、実は今まで見つかっている恐竜の数はちょうど1000種類ぐらいですね。まあ、中には本当に断片的な骨格の一部しか見つかってないようなものも多いんですけども、一応1000種類の、ね、恐竜が見つかっています。でこれは実際にいた恐竜のどれぐらいか、まあ、これはなかなか難しいんですが、まあ、多くの研究者が少なくとも過去には1万種類の恐竜が、ね、いただろうと言われています。ですからちょうど今まで存在した恐竜の1割ぐらいがすでに見つかっているんだという、ね、ことなんですね。ただ、まあ、化石に残らなかったであろう、ね、恐竜、それからなかなか見つけにくい、ね、非常に数の少ない恐竜もいると思われるんで、まあ、今後どれぐらい見つかるのかっていうのは非常に難しいんですが、実は今現在ですね、見つかっている恐竜っていうのは大体毎年50種類の新種がね、恐竜の新種が見つかってます。ですからほぼ毎週1週間に1種類の恐竜がですね、今現在も新種として世界のどこからからか見つかって報告されているという状態ですね。で、まあ、恐竜、まあ、大きく分けて2つに分けられると言ったんですけど、まあ、竜板目というのはこういわゆる肉食恐竜、まあ、ここでは獣脚類と、ね、表現してありますけど、ティラノサウルスのような、ね、獣脚類、それから非常に大きなで首の長い竜脚類と呼ばれるですね、2つのグループを含む、まあ、竜板目という、ね、呼ばれるグループがあります。でこれは、まあ、肉食恐竜の一種、中国のヤンチャノサウルスという、ね、恐竜ですけども、まあ、肉食恐竜は、一番古い三畳紀の恐竜と、ね、それほど大きく変わっているわけではありません。ただ、まあ、この首の長い竜脚類というのは非常に進化して、まあ、ユニークな形から、まあ、恐竜の中でも とりわけ大きく、なっています。まあ、これについてはまた後で、詳しくお話します。からもう一つのこう蝶板目というのは、ね、グループがあるんですが、これは実はね、全て、まあ、植物を食べていたんだろうと思われますが、これも厳密に言うとちょっと問題があるかもしれません。というのもどうも恐竜の中にはですね、雑食のものも実はかなりいたんじゃないかと言われてるんですけども、雑食と植物を食べたね、いわゆる草食となかなか区別するのが難しいものがね、かなり含まれてるんですね。ですから全て植物を食べたと言い切るのはちょっと問題があるかもしれません。で、まあ、蝶板目というのはいくつかの特徴があるんですけども、一つはこういう前の方に歯がなくて、まあ、独特の骨が、ここでは前肢骨と、ね、呼ばれてますけど、余分な骨があったり、それから腰の骨の形ですね、まあ、これが蝶板目とは随分違っていて、まあ、こういうところが見つかればどちらの恐竜かというのはすぐ識別できるわけですね。で、まあ、これは剣竜と呼ばれるですね、まあ、ステゴサウルスの仲間ですけども、これはステゴサウルスの骨格ですね。まあ、これなんかはこう背中の上にトゲや骨盤があるということで、まあ、すぐ分かりますね。はい、でからもう一つこのステゴサウルスに近いもので、鎧恐竜、棘竜類と呼ばれるものもいます。まあ、こちらはアルマジロあるいは亀のようにですね、全体が骨盤で覆われていたということですね。でこのステゴサウルスとか鎧恐竜の頭に見られる特徴の一つは、この歯が非常に小さいということですね。体はカバーみたいに大きいのに、歯がネズミの一個一個の歯がネズミのように小さいというね、非常になんか矛盾した組み合わせになってます。だから本当にこの恐竜たちは一体何を食べたんだろうっていうのは真面目に考えるとよく分からなくなってくるんですね。から石頭恐竜と呼ばれるですね、頭のてっぺんがですね、ドーム状に盛り上がったものもいます。まあ、こういったこう、ね、変わった特徴を何に使ったかというのは、まあ、いろいろ問題になりますけどね、まあ、おそらく同じ種類の中の
まあ、ディスプレイ、と呼ばれるですね、仲間にそのね、示すための、まあ、儀式的なものに使われたんだろうね、思われますね。その角竜と呼ばれるですね、まあ、原始的なものでは角はないんですけども、そういったグループがあります。まあ、原始的なタイプだとこのシッタコサウルスのようにですね、まだ非常に小さいですけどね、大型化するとだんだんこの頭の後ろのこの、まあ、フリルと呼ばれる部分、それから鼻とか目の上にですね、角が発達してきます。から、まあ、特に有名なトリケラトプスですね、頭に3本角があるという意味の名前なんですけどね、このトリケラトプスというのはね、はい、まあ、この角も果たして何に、ね、用いたのか、よく肉食恐竜に対する、ね、防御のために使っていたという人も、ね、いますけども、まあ、これについてはまたちょっと議論があるんですね、はい、から最後に まあ、現在の植物を食べる、まあ、哺乳類、まあ、一番似てると思われるね、まあ、鳥脚類というものが、ね、あります。おそらくまだ二足歩行で歩くこともできたタイプの、ね、恐竜ですね。顎にはかなりしっかりした、ね、その奥歯に当たる部分が、ね、発達してます。白化期の終わりになると、ね、頭にいろんな形のトサカが、ね、発達してくるものがあります。これは特にその頭の上のトサカが大きくなったパラサウロロフスという、ね、恐竜ですね、まあ、このトサカもその声を出すのに、ね、使っていたとか、まあ、いろんな解釈が、ね、あるんですけども、まあ、はっきり分かっているわけではありません。